はい、それでは皆さん お晩でございます。お時間の方10分少々、過ぎてしまいました。大変申し訳ありませんでした。それではこの後お二人ほどまだご到着遅れているようでございますが、始めさせていただきたいと思います。第24回の花ホテル講演会へようこそお越しいただきました。ありがとうございます。今日の本日の、講師先生は、目黒正三郎さんでございます。盛大な拍手お願いいたします。それではもう特別目黒先生にはプロフィールといいましょうか、ご紹介私の方から控えさせていただきますので、早速先生にお願いしたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。先生頑張って。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。まあ、先生じゃないんですけど、まあ多少自己紹介方々申し上げますと、まあ生まれは、まあ、隣の西野町というので、小学校4年まで滝屋分校で、宮下小学校滝屋分校で習いまして、それから小学5年から宮下に、今でいう SL になってますけど、当時は記者通でですね、中学3年まで通いました。で、ここから万年若松を引っ越して、いきなり東京に行きました。で、20年の年に前津に戻ってきたんですけども、まあ普通、地元に戻ると U ターンって言うんですが、私の場合は若松にとどまっておりますので、まあ J ターンと言いましたけど、それから今若松に、住んでおります。で、今日私まあ志さんに招かれたのは、まあ今日ちょっと成功する商店街の条件で、まあ志さんにつけられたんですけど、これでいいですかってメール来たんですが、あまり深く考えもせずに、まあいいでしょうっていういうことで、返答をやったんですけど、まあどちらかというと、まあ商店街のというかは全体的な町おこしといいますか、まあ、そんな、話になろうかというふうに思います。あとちょっと忘れで、さっきの自己紹介のところで、言うのを忘れたんですが、圭介さんのお父さんの和江さんは、私の宮下中学の時の体育の先生でありまして、私にとっては恩師になります。で、まあ、野球部の監督もやってもらったわけで、当時のやっぱり先生の思い出っていうのは、今でいう子供たちのモチベーションですね、こうやる気を出させるというか、こううまくおだてて、まあ、本当にこう管理型ではなくてですね、そういったいい先生だったなと、まあ、いうふうに思っております。それは余談ですが、まあ、それでまあ、私は、まあ、会津若松でですね、鳴子町とそれから青春通りに、まあ、どちらも役員として、立ち上げの当初から、関わっておりました。まあ、あと一つの通りとすれば住まいがですね、旧東山地区ですので、こっちとも混ざってくるんだということで、あそこは飯盛山の飯盛夢街道というのがあるんですけども、滝沢のご本陣から東山に向けてのですね、まあ、そちらの方にも一応メンバーとしては、加わっては、います。で、やっぱ物事を進めるにあたってですね、やっぱ全て、まあ、理念が大切というか、一体それは何のためにやるのかという、まあ、理念というか目的というか、はい、まあ、そこだと思うんですね。で、これはレジュメに書いてある通りなんですけども、単にとりわけ鳴子町に関わって私つくづく思ったのは、その商店街の活性化というか、まあ、地域おこしといいますか、まあ、こちらでいうと村おこし町おこしというのは、単に、経済の活性化だけではないだろうと、まあ、いうふうに思っています。やっぱ最終的にはですね、そこの文化なり、まあ、今までの何があるのかですね、出来事とか、今あること、あるいはあったこと、まあ、そういったことを お互い地域のことを知りながら、でそのことがそのふるさと、自分の住んでいるところに誇りを持てるようなですね、そういうやっぱ心の活性化にやっぱつながらないとならないだろうと、まあ、いうふうに思っております。今日出席予定で来なかったんですけど、
まあ、あの三島の今町会議員だった井上典江さんの方がですと、この間あの三島のですね、ふるさと層で、まあ、一緒だったわけです。2、3週間前ですね。でそれはあの隣の岡江戸書房の編集長をやってます、まあ、遠藤由美子さんと、それからあの昭和村の関係弘明さんが呼びかけ人となりまして、県立博物館の今館長になりました赤坂典夫先生と、それから学芸員の佐々木先生ですか、お呼びして、まあ、会津学の立ち上げというようなこう集まりがあったわけですね。約2、3年に集まったかと思いますが、あちらこちら、三島ばっかりじゃなくてあちらこちらから、集まりました。で、会津学というとなんかいかにもね、大層な、なんか難しそうなんですが、まあ、私考えるには学問というのがあのいろんな現象あること、ないことはないですけど、あること、あるいはあったこと、こういったことを掘り起こして、それを体系化する、あるいはそれを普遍化する、でそれをまあ文字なり何なりに表していく、これがあの学問になるわけですね。ですから、あのそれだけ県立博物館の佐々木先生、佐々木学芸員はですね、まあ、とりわけあの三島とか、まあ、この間の柳津も含めて昭和、金山、この辺に対する思い入れが非常にまあ強い人でありましてですね、とりわけ私が生まれた滝屋の西の神の形が県立博物館に常設展として常設まあされているわけですけども、そんな縁もあってですね、非常にこちらの地域に対する思い入れが強いんですが、とにかく地域のことをまず知るということですね、そのことが地域おこしにまずつながっているんだと思います。今から何代か前になりますけど、東京電力の、まあここは会津支社と言われて、猪苗代電力所と言うんですけども、その猪苗代電力所の所長だった山内さんという方がいらっしゃいました。原発問題で福島に転勤してから時々テレビに出るようになったんですけども、でその山内さんですね、姓が山内なんで、やっぱ会津関係あるんですかって言ったら、やっぱり親が稲村だか、畳の隣は、その辺の出身だということでした。で、バイズの無理の強いことで。で、その山内さんが所長時代に、山内さんの知り合いで、やっぱその地域おこしに関わっている、コンサルやっているような人とちょっと紹介をしていただきました。で、その人の岩手で、ちょっと何村だったか何町だかちょっと忘れちゃったんですけども、その岩手でやった手法というのが全く、私の考えていること、まあ、ここに2期にされますけど、私はお師匠さんの新潟に清水義晴さんという方がいらっしゃるんですが、その手法と全く同じだなと思ったんですね。で、その地域おこしのために、その岩手のある、まあ、町だか村だか、まあ、に行ったときにですね、どういうことをやったかというと、まず地区を分けて、まあ、要するに、まあ、この辺でいうと、ブラックごとに分けて、そのブラックのやっぱ聞き込み調査をずっとやってたんですよ。そしたらね、その中で今でも記憶鮮明に残っているのは、ある家にはですね、毛皮があったんですね、犬だと思ってた。実はそれは狼の、日本狼の毛皮だったんですよ。それは明治だか大正だかそのうちに伝わってたわけですね。で、それ国立博物館ですかね、東京の。それに持ってったら間違いなく鑑定で日本狼の毛皮だった。それは銅像の中に眠ってたんですね。で、あとある村に行ったらですね、その切り立った崖が土砂崩れになったらば、なんでできたんだか分かりませんけど、このぐらいのね、まん丸な石が地中の中にいっぱいぐるぐる回ってるんですよ。それは地球の生成の中でなんかそういうふうにできたってことらしいんですけど、だからそこで生まれ育った人にはなかなか当たり前かもしれませんけど、改めて光を当ててみると、こんなものだという。実はそれは後からよそ者若者バカ者のよそ者にもつながっていくことなんですが、やっぱりそこで生まれ育って昔からあるっていうところに関してはなかなかその価値がわからないというところがあると思うんですけど、やっぱりまずはその地域のことを知るということだと、まあ、いうふうに思っております。で、地域文化を基礎にということで、次のところに進みますけども、まあ、ここで余談で文明と文化の違いというようなことで書いてありますが、まあ、文明と文化の違い、じゃ知り合いの前田さん、文明と文化の差って何ですか？いいですよ、思いついてくる。
前に蒲田でこんな話をしたことがあって、それで今前田さんの顔があったから、ね、そしたらこの辺になんか偉い大学の先生がいて、あ、その通りだなんですって言ったから、まあいいですいいです。まあ、その時私言ったのは、文明っていうのは、まあ、時間と空間で言うと、時間も長い、地域も大きい、広いというのが文明だと思うんですね。まあ、例えば、今後文明とか、まあ、古代四大文明とかね、メソポタ文明とか、エジプト文明、それからギリシャ文明ありますけども、要するに時代が長くて、あと地域的にも広い。で、かつ普遍的な要素を持っているのが、まあ、文明だというふうに思います。それで文化っていうのは、地域が狭い、それから、時代も短いというか、そういうのが文化っていうような差だと思うんですけど、ですから、例えば、なんとか文化、何文化ですか、まあ、江戸文化とかね、例えば地域文化とか言いますけどね、地域文明って言いませんもんね。ですから、で、我々はじゃあ何を、なんでこのこと言ったかというと、我々はだから何を基礎にすべきかっていうのは、やっぱり地域の文化っていうのを大事にし、それをやっぱ基本に持っているべきだろうというふうに思っております。で、先にこう結論的に書いてありますけど、まあ、20世紀の大量生産、大量消費、それから大量廃棄という時代から、やっぱまあ、人間ね、限りある地球っていうことがだんだん意識されまして、まあ、そういう大量ということからもう少しこう、まあ、循環とかですね、あと個別性とか、まあ、そういうような思考にだんだん、なってきたというふうに思います。で、それは旅行の形態一つをとってもまさにそうで、まあ、我々若い頃っていうのがは、まあ、若い頃って、まあ、50ちょっと過ぎたわけなんですけども、まだ20代の頃は、まあ、会社に行っても、なんて言いますかね、全体で忘年会、新年会、あるいは社員旅行という格好で、ありました。要するに大型の観光バスというような格好がありましたが、本当にこの10年か10年ちょっとぐらいで、旅行の形態そのものも大型バスでドーッ拠点観光といいますかね、バスで巡る拠点巡り、それが、まあ、まだまだあるんでしょうけれども、それが随分廃れてきて、やっぱり個別とパーソナルな、旅行形態に変わってきたということですね。で、まあ、それが1990年代に入ってからだと思うんですけど、でそういう中でどういうことが求められるようになったか、で何を求めて、旅行者が動くようになったかっていうのが、答え的に書いてあるのが、まあ、ネイチャー、カルチャー、ノスタルジアというような、ことに表されるんだろうと、まあ、いうふうに思います。例えばの例で言うと、すみません、時間忘れると何もでも喋ってしまいますね。一応8時ぐらいで、終わって、その後で皆さんに考えてもらってからちょっとワークショップをやりたいと思いますので、そういうスケジュールでやりたいと思いますが、ですいません、話が戻ります。例えば別府、大分県のですね、別府とやっぱ湯布院ですよね。で湯布院は中谷さんっていう元映画のね、助監督だったか照明係だったか忘れましたけど、やっぱそういう映画会社でいたんですね。で旅館の長男坊で、で戻ってから、で湯布院映画祭なんていうのを今から何年か前、10年ちょっと前ぐらいから始めまして、それから湯布院に夏になると2泊3日ぐらいで、いろんな映画上映し、その監督を呼び、俳優を呼んで、そんな映画祭を、まあ、始めたんですね。で、その中でやっぱり別府はいわば大歓楽街ですよね。で、それに対して、湯布院は自然が周りになると。で、その時に言ったのはストリップ小屋とかそういうのは置かない。それから建物も、木の高さより高いものは建てないとかですね。まあ、いろんなこう規制をやってたわけですよね。で、今は完全に湯布院の方が、まあ、いわば流行ってるってことですよね。で、同じ伊豆半島でも伊東とか熱海よりも伊豆高原に行ってる。それから一時、これも私が若い頃は、北
北陸の山中山城温泉というと、まあなかなかね、なんかビデオ撮ってるんで、なんか言うのも、あ、女性もいるんで言うのもあれなんですけど、女体盛りとかですね、女性の裸の上に刺身並べて、それを食べるというか、そんなものを売りにしてたような大、ホテルもあったわけですけど、今、山中山城はもうまるっきりダムみたいですね。でそういうところをやったところがダムみたいですし、だから本当にお客様のニーズも随分変わってるんだなと、まあ、いうふうに思っております。で、それが、じゃあ、繰り返しますけど、今どういうふうな形になったのかというと、やっぱりネイチャー、カルチャー、ノスタルジア、まあ、3つにまとめましたけど、まあ、こういったことが求められている、まあ、時代に、まあ、なってきたということであります。ですから、ここの柳津温泉もですね、後から皆さんに考えてもらうわけですけど、考えてもらいたいわけなんですけども、じゃあこういうものがどういうことがあるのかっていうものを、やっぱその地域の掘り起こしをして、それをですね、一つの地域おこしの材料に考えてみられたらいいんじゃないかというふうに思います。今、新潟でまた大きな地震が起きました。実は会津も直下型の大地震が、江戸幕府が開いてすぐに起きました。1611年とか1618年とか忘れましたけども、その時に賀門下との建てた七層の天守閣は崩れるんですね。でその後に加藤時代でもですね、今の五層の天守閣にしたんですね。で、柳津の国道様の亀甲堂もその時に一緒に崩れ落ちて、まあ、只見川に落ちたというのが一切らしいんですけど、でその時にですね、記録として、どうやって柳津の人たちは、復興していったのか、まあ、こんなことを調べるのも一ついいんじゃないかな。単に、あれですよね、当時の会津を治めてた領主、まあ、加藤から恐らく星名、松平の子孫の時代だと思うんですけど、殿様から一平お金もらって、そんで国造様を再建したんではかもしれませんけど、それではちょっとなんかね、味気ないんで、おそらく地元の人がどんな、苦労をしながらですね、その地域を復興していったのかっていうようなこともですね、やっぱその先人に学ぶってことも、ちょうど今、新潟でも地震が起きてるし、で我々も今、経済的に非常にですね、厳しい状況にあるわけですから、こういうことを先人はどうやって乗り越えてきたのか、まあ、そんなことをやっぱりお互いに学ぶ、それをやっぱり生かすということも重要かなというふうに思います。それで、まあ、鳴門町の話もしなくてはなりませんが、まあ、鳴門町の件については皆さんのお手元に、まあ、今、鳴門町協議会の副会長が3名かな、あれ、何名だっけな、ちょっとすみません、自分の地域なのに、私と同じ、私も今、副会長なんですけど、で、庄司さんも今、副会長で、企画キャップの庄司さんの文章、それは民放サロンですね、載ったやつを皆さんのお手元に載ってありますが、そこで、鳴門町町おこしを一つの、まあ、例にいたしますと、平成6年に鳴門町町並み協議会というのが発足しました。その2年前の平成4年が、野口英世青春通り、の協議会が、発足しました。でその前年か前々年が馬車町ですかね、そこの通りの協議会が発足したということで、ちょうどその平成3、4年、5年、6年という形で、若松 その従来の商店街活動ではない、まあ、町おこしの団体が続々と発足を、見たわけで、あります。まあ、野口英世青春通りはご存じの通りですね、僕の生殺にも登場しましたけども、野口英世という人を題材に、まあ、町おこしをしようということなんですが、その人物を継承しながらですね、町おこしをしようとするんですが、まあ、今から振り返ってみると、野口英世青春通りはどちらかというと、地域を巻き込むというよりも、大町四塚と海上通り商店街を合わせたような、やっぱ商店街の活動といいますかですね、そこにやっぱちょっと限界があったのかなという、そのスタート時点でですね、今私の考えであります。
でそれからすると、鳴鹿町通りはですね、当時は、会津若松の市の作った全体計画の中でも入ってませんでした。全く盲腸的な要素でした。って言いますのは、会津若松駅からですね、皆さん大体地理感はあると思うんですが、大町通りを通って鶴ヶ城の動線なんですよ。会津若松からまっすぐ鶴ヶ城の動線、あの南に行ってですね。で、それが、会津若松駅がありますと、こういう方向、ここにお城があるわけですね。お城のマークはどうだっけ？こうか、そうですね。こんな感じだね。はい、お城が。こっちが大町通り。で、この辺が青春通りに占めるんですけど、で、この辺に市役所があるんですね。で、一方で、こっちが、あの、飯盛山ですよね。で、こう来て。だから、この動線が、あの、観光客の会津若松の動線ということで、で、それからすると、鳴門町は、この辺大町を通るんですから、こっち下がった方ですから、まあ、こう、こうですね。ですから、これは全くもうちょっと、だったわけですね。だから、計画性にも入ってなかったんですよ、当初は。で、町おこし団体としても遅く、まあ、始まったわけなんですけど、で、あの、鳴門町で、まあ、今一番そういった意味ではですね、幕府町とか、精神通りとか、まあ、いろんなところがありますが、そこよりもやっぱ突出して、るというのは、一つはやっぱコンセプトの明確だったということなんですね。で、これ、消費者の文章にも書いてありますが、平成6年発足しましたけど、平成5年に、全国町並み協議会ですかね、というのがありまして、で、今、その会長が、会津葵の五十嵐大輔さんがやっていらっしゃるんですけど、でその頃は、会津福岡にまだ分裂前でありまして、渋川智夫さんが、専務理事、で、庄司さんが事務局長をかなったやってたわけなんですが、で、平成5年に、川越で、町並みゼミが、ありましたが、そこからまだ五十嵐大輔の肝入りはもう会長ではなかったと思いますけども、で、渋川さんたちはその、福岡の系列で行ったんですね、町並みゼミ。で、私はですね、ここの柳津出身の今、副官やってます、鈴木慎也さん、夫婦と私と3人で、実はあの高速飛ばして行ったんですね、行ってみんべいな話で、まあ、もちろん慎也さんはその情報、当時福岡入ってましたから、ちょっと、行く、なんか行く予定が途中まで分かんなくて、そこに急遽私と行ってもらったんですけど、まあ、そこで、まあ、渋川さんとか庄司さんなんかと、向こうで会いまして、まあ、その時におそらく、私が、渋川さん、庄司さんからすれば、あ、こういう街並みとかそういうことに対して興味あるんだなというふうに認識されると思うんですけど、でその後であの2人が同級生ですからね、高校時代から。でその後で私が誘われてっていうのが、その民放サロンに書いてあるんですけど、で鳴門町の場合はそのやっぱり通りとしては遅れてしまったんですね。まあ、盛んに昭和40年代、50年代、商業近代化計画ということで、商店街が古い商店街、どんどん改築されていって、まさに近代化されていきました。でそれから、アーケードとか作っていくというか、それが全国的な流れでした。でそういう流れに乗れなかったわけですよ、鳴門町は。なぜかというと、その先にもさびれてましたから。近代化のお金借りて返す金もなくなったという。で私が始めた頃は市、商店街連合会ってあるんですけど、そこにも一応入ってはいたんですけど、まあ、年会費12万の会費が払えないぐらい寂れようだったということですね。で私が運動を始めて 2,3 年後にですね、あそこに浜谷津丸屋さんがあったんですけど、そこのじいちゃんばあちゃんにですね、私つくづく言われたんですけど、江戸さんな、おめだち、これ町おこしってやってくっち、本当に人取るようになったと。それまで鳴門町っつうのは、11月3日から冬、そして翌年の春のお彼岸になるまで、通り通るのは、回覧板回す人と猫しかいなかったから。それが今では冬でも人取るようになったって、運動始めて4、5年経った頃、まあ言われましたけど。
まあ、非常にあれば、その今でも覚えてるのは、非常に自分自身嬉しかったので、まあ、覚えてるんですけど、まあ、そのぐらいですね、一旦、まあ、死んだ町に、まあ、なったわけですね。でも、その中で、私はその、7日の日に無人やってるその商店街の人たちのところに行ってですね、3人正座して、いや、この地域の建物を集計しながらやれば、絶対全国から人呼べっからっていう話を熱弁するって、まあ、言ったんですけど、本当にしらーっという感じですね。お前たち、入道若き現状も、俺らも今までいろいろやってきたぞ。いろいろやってきた現状も、この街は動かねえ。何やってもダメだっていうのが、そういう答えで、本当に2、30分そういう押し問答だったんですけど、でも最後にね、今事務局とかいろいろやってもらっているその塚原商本店の塚原さんが、まあこの若い人たちって当時もう中年ではあったんですけど、一生懸命言うんだから、じゃあ見守ってやんべというような、やるのを見てくれというようなところでちょっと我々ほっと救われた、感じがしたんですけど、でその時に言ったのが、じゃあ私がやることを見せてください、で決して足引っ張りしないでください、で、 できれば皆さん動くのが無理であれば息子さん出してくださいというようなことを言って、その日引き下がって、まあ、来てですね、で、まあ、平成6年3月の、発足をですね迎えるわけなんですけど、それまでに、まあ、会長どうするかとかね、まあ、小野義一さん初代会長なんですけど、今度商工会議所会長になりましたからね、その人を引っ張り出すにどうするかとか、まあ、いろんなエピソードをね、まあ、いろいろあるんですけど、でそこで、その3番目の運動を担う人の3要素ということで、まあ、よそ者、若者、バカ者っていうふうに書きましたけども、本当にこれはある人に言われて、なるほどそうだな、まあ、いうふうに思います。でよそ者っていうのは、さっきもちょっと言いましたけども、やっぱりその地域をね、やっぱ客観的に見る目ですよね。私も当然、若者にとってはよそ者です。落下さんみたいな格好で。なんか毎日一人で乗ったっていうのがですね、で、庄司博さんですね、その書いた庄司博さんも地元の住民でもないし、地元で商店はやってますね、縁は渋川通りの渋川さんと福岡に一緒だったで、高校からの同級生だという、それいう縁ですね。そんで渋川智夫さんですね、今会長になって本当に何回もからね、会津若松消防管理所会頭と副会頭2人やってますからね、渋川さんも実は渋川家の本流ではないんですよ、分家の方なんですよ、だからそういった意味では3人ともよそ者の要素っていうのはあるんですよ。で、なんて言いますかね、長男文化って言いますが、まあ、長男の人も多いと思うんですけど、長男の人ってのはどっちかというと保守的ですよね、守りの方の姿勢で、次男三男はうちに出て食べるしかないから、どっちかが攻めの方だと思うんですが、ただだから長男ダメだって言うんじゃないですよ。でその分物事は大体慎重です、まあ、そうなんですね。で次男三男は逆に言うと無鉄砲無計画というようなところもありますが、まあ、私が言いたいのはそういう組み合わせが大事だろうと、まあ、いうふうに思っています。まあ、そこでまあ、よそ者の目、それからいうことで、通りを、この通りには一体どういう宝物があるのか、どういう価値があるのか、やっぱそれを掘り下げていくということが重要と思います。それから若者っていうのはまさに旧来の風習にとらわれない、そういう、あと行動力といいますか、そういうのが若者ということだと思います。で、若者っていうのはですね、またさらに若者の先を行くんですけど、やっぱり敵は100万ありとてもぐらいの、そういうつもりでですね、やっぱ本当旗持って、一生懸命くれてやる、あるいは正面敵陣を突っ走るというか、ね、まあ、それぐらいのやっぱ生き間のある人ですね、こういう人がなければいけないと思います。我々運動をしていく中でやっぱりですね、少し目立つようになると当然逆風吹いてきます、いろいろ言われます、誹謗中傷もあるし、あるいはその人にとっては言う人にとっては正論で、こちらの国にやっぱ落ち度のある点もあるかもしれません。
しかし全体としてこの何て言いますかね、大げさに言えばその歴史を動かしていく立場で、考えればどうなのかというようなですね、大きな立場で、見てですね、そういったことにも耐え忍んでいかなきゃならないし、時間が評価してくるというか、ね、そういう面もありますし、やっぱりそういうことをやっぱりいろいろ抵抗があってもやっぱり突き進んでいくにはやっぱりバグモル的な要素もないとですね、なかなか突破しきれないなというふうに思います。例えばやっぱ渋谷さんなんか一番顕著ですけどね、隣にレンガの歩道ができました。あれは運動の成果としては指導ですね、会津若松市の一堂なんで、そんで、市からのある面では運動を評価されて、やったわけですけど、ちょっとあれは渋川通りだとか、ガーデン飲水だとか、なんだかんだ言われてですね、まずいぶん渋川さんあたりも、辛い運命をされたんじゃないかな、その他にもいろいろあると思いますけど、しかし、レンガ通りがあるおかげで、一方で、一つのイベントをやるにしても、鳴子町通りというのは800メートルの通りですから、上野区、通称上野区と中野区というんですけど、その間にある元ガソリンスタンドが閉めた後、そこの公園を拠点とするのと、あと下野区にある今言ったレンガ通りで、両方で同時にイベントを開催する。それで人の回遊性を導き出していて、真ん中、間の商店街はそこでワゴンセールとか何かをやってですね。で、全体の相乗効果を上げていくわけです。ですから我々とすれば十分ただ行政にやってもらったっていうんじゃなくて、それを十分活用して、させてもらっているというところです。それから4番目に移りますが、運動論的には262の原則というようなことが書いてありました。262の原則っていうのはよく言われますけど、これはいろんな組織に、ね当てはめて、いろんな言い方をされますが、これは町おこしの運動でも、他の運動でもそうなんですけど、やっぱり2割の先端の部分と、残り2割の未だに無関心、あるいは冷淡、下手すれば足引っ張りの部分と、あと真ん中が、6割が大多数ということらしいです。農業やってる二品さんで言うと、なんかね、微生物の世界でもそうらしいですね。で、その真ん中の6割は、なんかちょっと日和見菌とか言うらしいんだけど、別にこれ割って言うつもりでも何でもないですけど、何でもそうだと思うんですよね。私だって自分の関心のないところにあっては、やっぱ私は大多数の6割であると思うし、それは場所と場面を変えればね、誰でもどこの要素にも行くことはあると思うんですが、とにかく町おこしでもですね、あるいはこれからその商店街の活動でもね、実際やろうという、やっぱり2割の部分と、やっぱりどうしても冷めない、冷めている2割の部分と両方あると思うんですが、でこの6割をどっちが自分の方に向かせるかなんですね、勝負は。ですからみんながですね、同じスタートラインについて、よう挑んで始めましょうなんつうのでは絶対始まんない、いつまでかと。で、やっぱり最初に昨日あった2人でも3人でも、二の二の原則って言いますけど、私が今、鳴子町の会員がおかげさまでも100名超えましたから、発足当時は20何人だったんですけど、最初は2人、そこから私1の私で、3人から正直始まったんですけど、2割どころの騒ぎじゃないですよね。何パーセント、5パーセント、そこら辺のことから、始まったわけですね。で、ただね、気をつけなきゃならないのは、いくらその無関心の人も含めてなんですけど、やっぱり巻き込むということが必要なので、情報漏れはないようにということです。一番やっぱり足を引っ張られる要素は、俺は聞いてなかったと、おめえら勝手にやるっていう、いうのがやっぱ一番そういう足を引っ張られる要素があるので、やっぱり情報は漏れなくというのが一番だというふうに思います。そして、鳴子町の場合はですね、他の通りとやっぱ違う点は、当初から先ほど言ったように商店街としては一回死んだようなところだったんで、やっぱ地域の運動としてやっていこうというふうに思ってたので、やっぱり区長さんですね、そういう行政区の区長さんなんかも
巻き込んで、まあ、顧問という形だったんですけど、まあ、そういう学校で、役をついてもらったり、また回覧板なんかと一緒にですね、お触れを流してもらったりとかということをやったので、まあ、それが今でも良かったのかなというふうに思っております。それから行政との連携ということなんですけど、まあ、今日も行政の方もいらっしゃるみたいですが、どうしてもですね、先ほど言った川越あたりの町並み、私その後で犬山での町並み全部行ったことがありますが、町並みずっとやってきた人はね、反行政、反権力、反建設会社、こういう人が多いんですよ。だからそういう、なんて言いますかね、反なんとかっていうところで我々は正しいっていうようなところからは、あんまり有益ではないんだろうっていうふうに思います。といって、行政におんぶに抱っこ、行政頼み、これもダメだと、まあ、いうふうに思います。どっちもダメだと思います。で、よくあるパターンがですね、まちづくり計画でも何でもそうなんですけど、まず行政は、行政の頭で考えて、あるいはコンサル、技術系のですね、コンサルを頼んだような、例えば市街地再開発事業なんていうのを、まず青図といいますかね、そういうのでやります。で、こういうところで、まず住民説明会で、この人がやります。で、住民から2、3意見聞いて、それを多少混ぜて、そんで、じゃ計画作る。というのはほとんどのパターンだと思います。審議会作ってもそうです。大体もうひな型はほとんど作ってきて、で、住民の意見というのは、そこに1割も入ったらいいぐらいですかね。で、相手はどうですか。で、そういうやり方が今まではほとんどだと思います。で、南下町の場合は、そういうやり方をしませんでした。最初からですね、1からですか、まあ、0からですね、スタート。住民参加です。で、その渋川さんにですね、実は建設省から予算がついたということで、美島福島町並み建築デザインモデル事業ということで、当時の建設省ですね、当時の建設省と、県から予算がついたと。で、コンサルタント誰いべっていうような相談を受けたときに、普通ならば、今まで通りであれば、例えば、野口広選手通りもそうだったんですけど、これ、ある一級建築士の人のコンサルやってる人のあれだったんですけど、まあ、こういう、あるいは大手の組織に頼むんですが、私はたまたま、まあ、新潟に診療者にという方を知ってましてですね、で、その方を知ってから、その人を頼んでくるにガッツことで、まあ、4番目ということで、まあ、なったわけなんですけど、ほんでできたのが、この会津の番町の町づくりという、七日町の、まあ、いわば行動計画です。まあ、これ、ざっと回しますんで、例えば青春通りのですね、この計画書と、町並みの作りの計画書と、ちょっと相違点があると思うので、ご覧になってもらいたいと思うんですけど、で、まあ、そういう中でですね、で我々はそのワークショップって言って、やっぱ住民参加でですね、この町をどういうふうにしたいかって、ただ先にもう青ずみがあるんじゃないですか。この町を自分たちはどういう町づくりをしたいか、そこでやっぱ意見を聴取して、でそこからそれを文字に書き、絵に書き、そういう格好でですね、だん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 こういう格好で集大成していったわけです。ですから運動を進めていくにあたっても、最初から住民参加、自分の声が届いたっていうのと、最初からある程度のもう7割8割答えが出てて、それにちょこちょこ意見を言うっていうのでは、やっぱり参加の意識っていうのは全然違ってくると思うんですね。あともう一つはですね、我々は年に一遍ですね、最低、先進地視察をどんどんやりました。で、やっぱりね、1泊2日から2日、2泊3日でも、まず同じバスなり、同じ飲食を共にするっていうので、その同志的な連帯感というのは、随分これ違ってくるんですね。でそれからやっぱりそういう先進地見ますから、こういう風に自分の町もしたいっていう、そういう具体的なイメージが湧くわけですね。我々最近に言いましたけど、川越で我々町並みゼミとかなんかで、そういう川越の町並みとかなんか知ってますから、その情報として持ってる、例えば私ら3人と、全然それを知らない七日町の、旦那さん方では、やっぱり最初からズレがあるのは当たり前なんですよ。
で、これがその運動の中でですね、どん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 誘っていって、まあ、日本全国いろんなその街並みでですね、人を呼んでいるようなところに、まあ、行くことによって、だん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 やっぱり意識が共有化してきたということもありますね、運動の中では。それで、行政でちょうど平成4年とか5年とかの会津若松市が、景観条例というのを作りまして、でそれは景観協定をすれば、市は補助金出しますよ。で、まあ、それは集計大体70万あとが上限で2分の1ですから、まあ、大したことではないんですが、しかしそれが大いに呼び水になったことは、確かで、あります。そしていくらその市から補助金が出ると言ってもですね、鶏が先か卵が先か乗るんじゃないんですけど、経済的な効果が果たしてあるのかないのか、経済的効果がなかったら南方市から補助金が出るとってやらないですよ、でそれがやっぱり我々いろんなこうイベントも含めですね、あと JR も巻き込みですね、そんなことで、それからマス庄司さんも書いてありますが、マスコミですね、とにかく民放の大記者って書いてあるんですけど、出雲さんというもう救世されてしまったんですが、その出雲記者がですね、本当に我々まだよちよち歩きの段階から動き出した街づくりということで、民放の会津版に連載してくれました。つまりマスコミに出ると誰が一番見るかだったら、よその人より地元の人なんですね。ああ、なんだ、まあ、自分のところがこんな風に捉えられてるんだということで、また意識が湧き起こってくるという、まあ、いろんなこう相乗効果でみんな、その先ほど言った26人の6割がですね、どん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 お祝いの方、我々の方に目を向けてくれたということで、普通運動体というのは最初発足時はいいんですけど、だん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 新潟下がりですよ。で、鳴子町の場合は先ほども言いましたけど、加盟が我々発足当時は26市だと思ったんですけど、今100店舗になりましたから、年々そういう格好で増えております。で、空き店舗がどうなったとかですね、集計が何件やったっていうのはその新聞の方に書いてあるとおりあります。ですからこれもですね、うまくその何かあるたんびにやっぱり行政を巻き込んでたんですね。例えば先ほど言った市の建築、あ、違った、市の景観省でいくつか取りましたと、あえて祝賀パーティーというのを安い会費であるんですね、2000とか3000とかで、でそこに行政も巻き込む。それからあとその一つの、まあ、ルネサンス的なことで言うと、どうするしたの、商業もなんとかこうって10月とか11月とか12月に冬にやる項なんですか。頼もし項じゃない、それは無人島です。頼もし項じゃなくて、なんとか項、伊勢項じゃないな、恵比寿項、恵比寿項、恵比寿項、商業の祭り、あれは9年ですよね。ですからそういうやつの復活をしようとか、まあ、実は復活1回に出したんですけど、それはちょっと断ち切れちゃったんですけど、で、あと盆踊りとかですね、でそれは当然でっかい櫓でね、なかなか人もいなくなった、子供の数も少なくなった、そういうことで盆踊りが復活したりですね、まあ、そんなこともありましたし、ですから我々鳴子町とそのハード事業ばっかり目が行きがちなんですけど、まあ、そういったさまざまな新しいイベントももちろんですけど、古くあった地域のやつなんかの、まあ、復活も含めて、やってると、まあ、いうことで、あります。あと、まあ、これスペルが合ってるかわかりませんが、ライクアローリングストーンって書いてありますが、まあ、要するに転がる石のように転石のようにということですけど、運動ですから動いなきゃダメなんですね。やっぱ止まってはそのことで何でもいいから、とにかく少しずつでもいいからやっぱり動き続けるということが重要だと、まあ、いうふうに思います。まあ、私は、そういうつもりで、おります。それから5番目、土地の名物、特産品のことを言います。まあ、土の名物というと、例えば漬物だとか何だかんだってすぐ出てきます。で、ここの名物、土地の名物は何かというと、三四角って書いてあります。これは実は、ちょっとパクリでありましてこの三四角を言ったのはなるほどだと思ったのは、静岡県の掛川の市長ですね、まあ、志村さんとおっしゃるんですけど、
新浦市長を影山に視察に昔行った時にそれでこの言葉で出会いました。つまりここしかない、これしかない、今しかない、これが土地の名物、特産品だろうっていうふうに、なるほど、まあいうふうに思いました。ただ研究開発に関しては前回私、先週来た人、木村さんですよ。先週講師だった。先週、村上さん。人の講演の時もちょこっと思ったんですけども、ただ、なんでかんで自前でやんなくてもいいとは思ってるんです。例えば私の、宮下小学校中学校時代の同級生で、今、店舗デイリーフードの方の、醸造の方じゃなくて、店舗デイリーフードって浅漬けの方の、まあ、工場長やっているの人間がいるんですけど、やっぱり彼は漬物に関してはプロですよね。別にいろんな添加物入れないと持たないとか、そんなことはないですから、そういう研究なり何なりというのは、やっぱそういうところと、まあ、提携して、例えば地元の人が作るものに、もう技術的な提携とか技術的な指導をそういうメーカーに合うのも当然あるという、要は今言ったここしかこれしかっていう、まあ、あるいは今しか、これにどうまあ、売りやすくするかといいますかですね、まあ、そういうことだと思いますので、何でもかんでも地元で技術的なことも含めてでなければならないということはないと思います。まあちらっと聞いた話だと、立岩あたりの赤株も提供しているそうです。だんだん最初1時間経ってきます。まあ、結論的に申し上げます。ここに書いてある通りなんですけど、商店街活性化は単に経済的活性化にとどまらず、その背後にある地域コミュニティの再構築、地域文化の復興といった地域ルネッサンスと捉えて運動を展開していくのがいいのではないかと考える。これはまあ先に言いましたけど、やっぱり住んでる人が地域にやっぱ誇りを持てると言いますか、やっぱそういうことが最終的な目標だろうというふうに思っております。先ほど七日町の例で、もう一回申し上げますと、初代会長の小野隆一さんは昭和13年生まれで、渋川智さんは、昭和21年生まれ、私は27年生まれなんですけど、で上の世代ですから、で同じ七日町通りの昔からいる若松生まれの若松総合市の人ですから、私は当然面識あると思ったんですよ。運動の当初ですよ。で先ほど言った渋川さん、庄司さん、私3人でね、会長誰言うべななんて話になった時に、じゃあ俺小野さんがいいんじゃないのっていう話をしたんですよ。でちょうど小野さん銅像を改築してたし、セットバックしようと言ってましたから、で二人が、渋川さんが俺知らねえって言うんですよね。それ聞いて私びっくりしたんですよ。だって私生まれたね、滝屋の村だとね、あそこの嫁さんどっから来たとかね、あそこの息子今どこの学校生ってことみんな分かってますからね。それが若松の同じ通りで、若松生まれの若松育ちのそういう人たちが面識ないって言うんですから、いや若松って都会なんだなってあの時つくづく思ったんですけどでそれと同時にね、町内会はありますが、隣組ぐらいはやっぱり面識あるみたいなんですけど、通り通る人はそんなに皆さん面識なかったんですよ。で商店街活動も今言ったようになくなってしまってましたんで、ですから本当に運動の生活はいろいろあると思うんですけど、やっぱこの地域コミュニティの復活っていうのが奈良町にとっては非常に大きいと思いますよね。経済的効果もさることながら、それでみんなで何かやろうって時に役員会なんか必ず十数人、ひかすれば二十何人今集まりますから、ね、で私みたいなその落下山で、若松に降り立ったような人間も今通りの人がほとんど、あどうもこんにちはって問いかける、あるいはお邪魔してきてっていうような、店も随分、まあ、増えてきましたし、
ぱりあの人間が生きていく以上ですね、まあ、向こう三元両隣ももちろん基本ですけども、やっぱりあの地域でなんかやっていこうっていう、そういうやっぱ意識になってきた。それがまあ地域コミュニティということでですね、一つの運動の成果かなというふうに思います。で最後に、まあ、括弧で、ですけど、やっぱり京都の祇園祭、あるいは博多、祇園、山笠、まあ、他にもあの長崎のなんか国道とか、まあ、いろいろ、全国ありますね、いろんな祭りが、本当に。でそういうのは、やっぱりあの町衆と言われている、ね、まあ、中世の頃から、そういう人たちが汗を流し、未然を切って、まあ、祭りなり何なりを作ってきたんだと思うし、で、まあ、うだつっていうのがね、これは建築用語で、どうぞどうぞの間のこう日よけらしいんですけど、これはうだつが上がるとかうだつが上がらないっていうのが足になったらしいんですが、まあ、そういったことで、あの、まあ、後から見れば、その建築にも、まあ、そういったその金をかけるといいますかね。まあ、そういうことであの自分たちの地域を、まあハード面でもソフト面でもあの作ってきたんだと、まあ、いうふうに思います。ですから、まあ、自分の町にですね、まあ、誇りを持って、人生を送れるような、まあ、そんな、でローリング、外からローリングストーンで動き続けながらですね、やっぱり人生を送っていきたい、まあ、いうもんだな、まあ、いうふうに私自身思います。で、それがあの例えば柳津の柳津のですね、町づくりに、の皆さんのヒントになればということで、一応私のお話を終わります。ありがとうございました。それであのこれからですね、あのワークショップという格好で、やりたいと思います。で皆様のお手元に、こういうポストイットって後ろを貼れるようになってるんですけど、これが5枚ぐらいいってると思います。で、こちらに、一番下に書いてますが、我が町をこうしたい私の夢、私だったら地域をこうするっていうようなことをですね、1枚に1項目だからいくつもあってもんです。我が町をこうしたいとか、自分だったらこうするというようなことがいくつもあると思うんです。あのでそれをですね、あくまで1枚に1項目書いてください。で5枚書いてありますけど、5枚、私でありますが、5枚全部書かなくてもいいんです。あの、まあ、覚えつく限り、自分だったら、自分の町をこうしたいというようなことをですね、1枚に1項目書いてください。でやり方はですね、今後のこれからの進め方は、10分間、皆さんに、考える時間を、まあ、励ますの時にちょっと偉そうに言い方ですけど、10分間皆さんでいろいろ考えて、今の紙に書いてください。そしてその後で、じゃあこちらからいきますか。1人そのいくつか書いた中で1項目だけ、自分がこの中でこれが最もいいなというやつを、発表してください。で制限、あの発表の制限時間は1分です。これだけの人数いますので、でこれ一つのワークショップのやり方なんですけど、で先ほど言ったその審議会で何だか、やり方ですとですね、声の大きい人、口数の多い人、肩書きの偉い人、こういう人の意見にどうしても主導されがちなんですね。だからそういうことのないように皆さんがあの参画しているというような、あのでやりたいと思いますので、発言発表時間は1人1分です。であそこであのチーンが鳴ります。でタイムキーパーがいらっしゃいますので、私がどうぞ発表してくださいって言ったらば、そこから始めて45分で1回チーンとなります。あ、ごめんなさい、45分で1回チーンとなります。で1分経ったらばチーンチーンって2回になりますから、大体その辺で、やめてください。ですから、そういうことでお願いしたいと思います。じゃあ、ちょうど今8時5分ですので、8時15分まで、我が町をこうしたい、私の夢、あるいは自分、私だったら地域をこうするというようなことを、15分まで、書いてください。1枚に1項目の方がいいと思います。
みません、柳津以外の人もいいと思うんですけど、柳津をどうしたいってことにしましょう。私の地域じゃなくて、それこそよそ者の名ですから。はい、柳津をこうしたらいいんじゃないかっていう題でやりましょう。名前書くの？え？下に名前書かなくていいです。うん、せっかくですから、せっかくですから。例えばですね、七日町を一つの例にとります。ちょっと単に暮らしやすい町とかね、観光客が来たくなる町とかね、そんなのはちょっと漠然としすぎてますんで、例えば七日町だったらですね、建物やかつて阿弥陀寺があった大仏など歴史的遺産の復元とかですね、お宝美術館、名品名物作り、職人が働きやすい環境作り、あるいは朝市、夕市、骨董市などの市の開催、それから、公的駐車場及び緑化の整備、それから通りを一方通行にする、路地裏を石畳にするなど歩道の整備、それから空き店舗に外部から誘致する、特に飲食店、あと公衆トイレの設置とかね、旅行者のための公衆トイレの設置とかね、あとそれが無理なら各店の表にトイレ使用かも、看板を掲げる、まあ、そんなことが南国町のワークショップの中では出てきたことですね。ですから観光客の来たくなる町とか触れやすい町ではちょっと漠然としてきますので、何年か前に出した南下町の集計前と集計後の写真集ですので、ちょっと参考までにご覧ください。本当の初期の方法も。じゃあいきますか、ゆきみさん。はい、自分、まあ、3つか4つか書いたと思うんですけど、はい、その中で一番いいやつを発表してください。1人1分です。はい、じゃあどうぞ。新津から参りました、新津でございます。私はですね、町の通りを石畳にしてですね、霧形でカランコロンと歩けるような、そういう町に、
ていただきたいな。あ、畳ってどうだっけ。あ、田んぼの畳に冠書いて、冠書いて、これね、そうです、石畳にね、はい、切り桁で、そうそう、なるほど、うん、そうすると、まんじゅう屋さんからこう湯気がバーッとして、あの、国道様から鐘の音が響いて、最高じゃないかと思うんですが、はい、鐘の音、これが鐘だとすると、あ、ゴーン、はい、大丈夫ですね、あ、鐘だとなるほど、はい、なるほどね、あと、まんじゅうの、ここに絵心ある人が言っていいんですけどね、まんじゅうの、顔まんじゅうの絵描いたり、あの、鐘の、あれやったり、なるほど、はい、ありがとうございました。総理の石畳、はい、じゃあ次どうぞ、はいはい、民芸品とは町の特産品の並ぶ町並み、あ、なるほどね、民芸品が特産品、はい、先生お時間まだありますんでどうぞ、発表していただいて大丈夫です、あとは、豊かな花とか、そういう豊かな花いっぱいの町並み、皆さん町並みの方にあるんですよね。民芸品といえばね、国道、あの、赤べこは国道様の創建の時のあれらしいですもんね。はい。柳が発祥らしいですからね。ありがとうございました。どうぞ。なし。なし。お願いします。じゃあどうぞ。いや、なしじゃん。はい。じゃあイベントなどを多くして、月1回か2回の、2ヶ月くらいに1回の割合で、イベントですね、はい、イベントを2ヶ月に1回ぐらい、1ヶ月1回ならいないけど、まだは2ヶ月に1回、定期的に呼ぶっていうことです、あ、ね、はい、定期的にということですね、イベント内容はどんなことありますかね、1回目の次はあと15秒まで余裕ありますので、読めるくらいですけど。覚えちゃうね。じゃあ次、星野さんどうぞ。はい。私は、大正ロマンと遊ぶ列車と人力車の街。せっかくこの橋の欄干ができたのにかかわらず、せっかくこれを生かしていってないんで、橋の欄干を今、電動人力車ってありますから、それでずっと回ると、要するに皆さんがロケとかこういうのを相当来ると思うんです。人力車と何だって？人力車と汽車。あ、汽車。はい。で、するんですね。はい。あとは、五重橋と遊ぶカヌーカヤックの町。私、ここで毎月カヤックをやった、カヌーをやってるんですけど、私一人しかやってないんですけど、ここの五重橋は素晴らしいです。五重橋は皆さんないと思いますよ。そう。はい、五重橋は、そこに赤い橋が北の方に移って、五重橋で5つの重ねる橋です、はい、5つの重ねる橋、はい、五重橋素晴らしいです、こんなのでは五重橋、はい、あと旅館と遊ぶ俳句の町、以上はい、いっぺんだったけど、まあ、はい、遊ぶってことで、はい、そういうことで遊ぶというはい、旅館がここ生まれたんで、生まれたんで、ここにいらっしゃる、そうですね、じゃあ次どうぞ、郡山から来ました、初めて参加させていただいております、はい、原田と申します、はい、ですね、おまけが絶えない町ということで、負けの絶えない町、おまけが絶えない、食べ物とかですね、お土産とか何を買っても、他のお店のクーポン券がついてきてしまうので、観光客はどこのお店のクーポン券だかわからないんだけど確認するまで帰れないこの店でもクーポン券もらえる。もらえるんだけど、そこのお店のクーポン券じゃない。あ、なるほど。必ずどっかを。必ずどっか別のところに行かざるを得ない。いいね。面白いね。あ、他の店のクーポン券なわけだ。
私はですね、緑をもっときれいにしようかなと思いまして。緑、森ですね。はい、裏番台などは土の方にちょっと力を入れてまして、とてもきれいなんですよね。こちらも、新緑、紅葉など、裏番台に負けないほどきれいなんですけど、ちょっとやはり整備がされてないので、ちょっと汚いような感じがしますので、そちらの方に力を入れて。整備ってのはどんな整備を？ゴミなどをやはり取るような感じで、あと遊歩道などをもっと作ってもらうかなと思います。なるほど。はい。はい、もうちょっと違います。自己 PR いいの？あとで。ライトアップなんてもありますよね。あ、そうですね。じゃあ書きますか。こういうのライトアップも今最近足がこちらできましたよね。ああそうです。はい、はい、ります。じゃあどうぞ。はい、私は柳津の人間なんだが、はい、観光柳津の町づくり、それには、はい、まず柳津の農家の人たちの水産物が柳津でなければ取れないもの、はい、売れないもの、これを作って名物して売っていくようにすること。一つ。二つ目は柳津まで北条さんを中心に、いろいろいるところがたくさんあります。例えば軽井沢神山、はいはい、それから、西山の発電所、はい、斉藤、千代の記念館、はい、西湯の古墳等がありますので、はいはい、これを利用していっぱいありますよね。これらを利用して、ぐるぐる回ってその人たちが柳津に泊まると、はいはい、というような方法を取っていけば発展するんじゃないかなと思います。以上です。はい、そうですね。西山地です。あと斉藤清志ですね。実は私のばあさんは銀山の生まれです。わかりました。商店の人間になりますので、私も銀山には思い入れがあります。どうぞ。あ、ほっとする場所、只見川を見下ろすような木陰があったとすると、そこに縁台とお茶のセットが置いてあったりして、自分でお茶を飲んだり景色を見ながら地元の人と喋ったりするような場所があった。あと悠久農地とかに季節の花を植えたいな。季節の花、菜の花畑、一面の菜の花畑だったり、秋に一面のコスモス畑だったり、そば畑だったりしたらいいな。以上です。はい。あといいですか？いいです。はい。じゃあ、お願いします。はい。じゃあ、まず地元の人がやる気を起こすように。その前になんか仕掛けはないですか？ないです。仕掛けないですか？やる気をちょっとやる気大切ですからね。まあ皆さんいろいろ出ると思いますけど、はい、どうぞ。地元の祭りです。はい、まあ、取り組んではありますが、はい、景観作りというようなことで、はい、具体的には看板なんか指定した方がある程度小さいした方がいいんじゃないかと思うわけです、はい。まあ、252号線上での、まあ、名勝地と言われながら、そこの景観を守るということにはあんまり力を入れてこなかったのではないかと。その景観を悪くしているのが、あるいはコンクリートの建物であったり、まあ、電柱であったり、シャッターであったり、看板であったりするのではないかと。まあ、これをある程度知性あるいは排除しながら、まあ、ひも線の縁台のある中継所とか格子戸とかのれんとかという形の中で、歩って楽しい街づくり
対応していったらどうかなと思います。ぴったりだね、さすが。じゃあどうぞ、自分で頼む。時間ないんですか。そうそう。なんですけど、俺、これらの頃、やられると一丁町さりぎ、一丁町さりぎって大変な人に言うから、一丁町だと思ったんですよ、昔から。いつも一丁町だと思った。今ね、銀南の方の俺、一丁町だと思った。そして一丁町だと思った。なるほど。あ、どうぞ。はい。私は北原が来たと思っておりますが、番組はですね、柳井ずいがですね、芭蕉の句が、芭蕉の句があるんで、それを生かしながら、その腐海のできる町、そして文化のこう腐海町にしていったらどうか。芭蕉あ、そうです。今度は草加森に行こう、草加森の草はこうでしたっけ。そうです。実っていうで、実のとは手入れ。
まあいい、あと後から書いてます。芭蕉の釘ですよね。はい、釘がある。釘がありまして、それをその通して、その赤いのときの町にまず行ってですね、うちが。それでもう一点はですね、やっぱりこんな資源の多い番組じゃないですから、蛍の舞う町にして、そして宿泊できるような形にして。そしてもう一つですね、蛍がですね、今年初めてですが、番組からも、この柳からも、秋蛍が発見できました。秋ボタル、はい、それはですね、あの9月から10月いっぱい残ります、そういう素晴らしいのがここです。会津全体では3カ所です。お、柳井さんどこですか、秋ボタル。秘密秘密じゃないです。まだ少し保存したいというので、もう少し保存してみて、ホタルの会のあれは今年は来ました。ホタルのあれの裏に6月、7月にはホタル見えるんですけど、現地ホタルいるんですけど、秋ホタルなかなか見れないんですよ。現地じゃないんですよ、秋ホタル。じゃあ、どうぞ。私は地元で商店を行っているので、だからそれはあれでいいですね。質問の頃見るやつでしょ。今、あそこ。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 前から柳津十二軒という景色があるところなんですが、そこをもう少し整備して、そこであの中継室、東松の中継室等を作って、あの観光地に十二の景色を散策してもらいたいというような。これ歌にもなってるんですね、柳津十二軒という。柳津小太郎ですか。そういう歌じゃないですか。ああ、お座敷の歌です。すみません、血が出てしまいました。俺と同じだな、やっぱり小太郎これ伝送したな。はい、ついついてやっぱり。ありがとうございます。じゃあどうぞ最後に。はい、私もやられたに50年おりますけども、寺と父の花。道と橋、結構坂道が門前川と表参道、裏参道、三戸の坂、小牧の坂なんていう、ちょっとこう地形的に坂道があるんですけど、あと橋は、まあ、赤い橋、国道2号2に2つ、あと日の姫、鶴橋、中野橋、椿街道に向こうの橋とか、この川に新しく来た橋とか、兵庫海側のとこの橋とか、パッと見ただけでも8つくらいあるんですよ。それの、まあ、具体的にどうしたらいいかわからないですけども、使い道としてあるんじゃないかな。まあ、清流の、あの綺麗さとか、そういうのも、まあ、増えてくるんですけども、そういうのをどうしたらいいかわからないですけども、そういうのをテーマにして、新しく持っていきたいなと思って。なるほど。いや、皆さん、ありがとうございました。2、3日前ですね、うちのガソリンスタンドに、なんでかわかりませんけど、アイディアライズっていうパンフレットが置いてあったんですよ。で、うちのスタンドのスタッフに、店員に、これ誰もしたって聞いたら、まあ、誰だかわかんないですよ。なんか私が2、3日後に谷口さんで攻撃するためにちらって誰か置いてたのかなって、まあ本当偶然なんですけど、これ一つしかなかったんですよね。それで私も一応あのまあ昔から近藤様だとかね、赤城とかのあれとかあのまあ馴染みがあったんで、温泉とか馴染みがあったんで、まああと饅頭ですね、味噌饅頭に青饅頭に、まあ通り一遍ある程度分かってることはみんな書いてあったんですけど、このタンクは柳津の役場観光商工課で、出したものです。しかしこうやって見ると、あの私が皆さんの意見をいろいろ聞いて思ったのは、全くこのパンフレットがもっともっと充実すると思いますね。今皆さんから出たようなそのいろんなあのもう地図あのすでにあるね、あのそういう柳津の住人とか、あのまあ蛍の話とか、このパンフレットで載ってないことをたくさん
あります。で、先ほど言ったネイチャーカルチャーノスタルジアを今観光客とか来る人は望んでるって言ってましたけど、この中にだからもうすでに、あるわけなんですよ。だから要はこれ本当に皆さん今お話した順にバーッと書き殴ってて、あのこれファシリテーショングラフィって言うんですけど、横文字使って申し訳ないですが、あのこれの書き方をすれば私まだまだ慣れてないもんですから、あのこれをですね、例えば景観なら景観とか、町並みなら町並みとか、あと特産品なら特産品とか、そういう格好でこうもう少しあのまとめていくんですね。あの俳句とか和歌とかそういういろいろな材料ですね。でそういうあの分けていって、でさらにじゃこれをもっと 深掘りどうしていくかっていうような具体的なあの計画をあの実際はあの立てていくんですけど、今日はまだまだ私が身近なもんであれなんですけど、でもこの中でまとめますと、一つはやっぱりあれですよね、歩いてその散策できるというのが一つのキーワードと思いますね。でそのためには一応町のような町をどうするかと、あるいは柳津十二景のようなそういう自然景観ですね、自然景観をもっとキャッチアップした方がいいんじゃないかと、あとない現在なくて整備したらいいんじゃないかというのはやっぱり石畳と切り桁、この組み合わせいいと思いますよね。当然畳川筋は霧の産地でもありますし、ちょっと下駄の商品にもつながると思いますし、それを先ほど言ったお寺、坂道、橋、これの改修ですね。やっぱり一つは歩いて、やっぱその等身大の街づくりっていうんですかね、やっぱそれが、今後の一つ のキーワードになるんじゃないかと思います。私はキーワードになるんじゃないかなというふうに思います。だからここにはやっぱり歩く要素からまた今言ったいろんな自然景観とか、あと建物の景観とか、そういうのになりますね。さっきのいうことこれもありましたね。それから当然その歩く要素をブラブラしていく中でそのイベントですよね。これもまた、柳津は7日堂の裸参りから始まって、すでにいろいろありますから、そこに、プラスアルファで、どうやっていくか、冬の、7日堂の裸参りと、あと8月10日の、花火大会というのは、私の見出しは終わりませんけど、本当に時代イベントですし。で先ほど言いましたけど、イベントの中でもですね、最近は健康ブームですから、先ほど出されました軽井沢銀山とかですね、一周とか西山の地ですとかありますが、これなんかも本当は、脚光を浴びせたい、そういう散策のだと、いうふうに思います。軽井沢銀山、先ほど言ったお来のパワー様の出たところですから、何度か行ったことあるんですけど、あそこには2000何百人住んでるんですね、明治の頃までね。女郎屋さんまでやった話ですからね。で、時々八木さんの遊佐入りせんたりというような角で、で銀山峠で西山にも行けますし、ほんで、うちの女房のおふくろの里がまだ久保田なんですよね。すると、久保田は33観音がありますね。と33観音は5月でしたっけね、33観音の例大祭、おそらく。ですから、久保田の33観音と軽井沢銀山を結ぶ道で、例えばワンデーマーチというか、ね、そういったような企画もできるんじゃないかなというふうに思うんです。柳津はどっちかというと西山方面は、ね、柳津ばっかで西山は町で座禅所できたけども、もうちょっと光を浴びてもいいんじゃないかというか、とりあえず山の中の方ですね。と久保田と銀山をつなぐ、そういうような道もできる。本当に今ある資源を、で、この間たまたま11月3日の日に、竹野実家に行ったらば、
ちょうどあの西山と柳津を結ぶリレーマラソンといいますか、駅伝があったわけなんですけども、まあ、それはそれでまあいいと思うんですが、今言ったその久保田上沢銀山を継がない、そういうあのこっちはあの、カントリーフリーだからいいんだけど、あのこっちの方もあるんだよね、野山かけるようなあのマラソンもね、まあ、そんな会場ところですね、いろいろ仕事もなんかもあのできるんじゃないかな、まあ、いうふうに思います。それからやっぱり柳川なんつったってあの国土様なんで、その生き死にを考えるというようなことありましたけど、あの本当に野村秀夫のお母さんが参ったあの中田の観音様からストーリー2から柳津に行って、そしてあの西会津からも来てますが、西山の西会津の鳥居観音ですよね、あとあと立木観音、まあ、この辺のやっぱりあのルート作りと、まあ、そのそういったあの広域的なこともあろうかと思いますね。で先週ここに来た北海道の木村さんだっけ、違う、村上さん、村上さんもあのその辺のことをですね、例えばあのここが拠点となるようにというようなことを言ってましたけど、やっぱ柳津が拠点となるにはやっぱ柳津だけじゃなくて、そういう周辺のところと言われのあるところでつなぐ必要もあのどうしてもあろうかと思うんですね。で何だって柳津は温泉地ですから、あのここが本当についてみれば拠点の足りるわけですね。あの国道様もありますし、前、やっぱり柳津で、こういう講習会やった時に、まあ、近いもんですからね、実家が近いもんだから柳津ってあんま泊まったことなかったんですけど、でその日たまたま泊まって、やっぱ朝方、吊り橋渡って、それから国道様の方が奥のにぐーっと朝方回ったんですけど、非常にやっぱ気持ちよかったですよね、この感じですよ。まあ、だからそんなものはまだまだ、出してもいいんじゃないかな、まあ、というふうに思いました。まあまあ、その他いろんなあの意見出ましたが、やっぱりこの大正ロマンというのもあれなんですね、一つのキーワードで、あの先ほど商業近代化計画と言いましたけど、私らはあの商業古代化計画って言ってるんですけど、まあ、別にあのそれはあの単なる言葉遊びで古代化って言うんですけど、まあ、古代じゃなくてもやっぱりあの古き良き時代ですね、先ほどネイチャーカルチャーノスタルジアのノストラジアのその郷愁を感じさせるようなところがこの癒し空間になっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、水と緑があるところですので、今日私お話しいたしましたけど、あのこういうのがですね、町の本当の振興計画にですね、あのつながるようになればいいかなというふうに思います。だいたい9時15分前であります。皆さんの貴重な意見、いただきましてですね、今日はよそ者の人もいっぱいいるみたいなんで、そういうのが柳津のですね、今後の街づくりにつながっていければ、幸いであります。どうもありがとうございました。どうも先生ありがとうございました。先生じゃないです目黒さんありがとうございました。いつもの講演会とは一味違った皆さんも参加できるような講演会、楽しんでいただけましたでしょうか。今一度盛大な拍手をお願いいたします。次回の PR を少しさせていただきます。次回日程が決まっておりまして、12月の3日金曜日ということで、この勉強会に参加されている方で、バーバル・アムジャドさんという外国人なんですけれども、日本語はペラペラな方です。実は日本で生まれ育ったもんですから、英語が全然できなくて、一生懸命英語を勉強したんです。で一生懸命英語を勉強して、顔がもう完全に東洋系の顔っていうんですかね、東洋系じゃなくて、ごめんなさい、あそこ何だっけ、中近東の顔ですね。パキスタンのお母さんと日本人のお父さんでしたね。だからそんな感じで水戸に生まれ育ったそうです。で今現在は東京の、富士通の本社、汐留というところにある富士通の本社の、グローバルアカウント統括部っていうところに所属されているそうです。でこの方はもう国際ビジネス最前線のお話と、町おこしについて、12月3日お話しさせていただきます。また機会ございましたらどうぞご参加いただきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。
それじゃあのどうぞあの懇親会の方隣のお部屋にご用意させていただいております。はい、分かりました。